同等のしべ茶町で鹿が絡むとみられる交通事故があり、ワンボックスカーとトラックが衝突し、3人が意識不明の重体です。午後4時45分ごろ、しべ茶町の国道272号で、車と鹿がぶつかり、さらに車がぶつかったと事故を目撃した人から通報がありました。警察によりますと、ワンボックスカーとトラックが衝突し、 両方の車に乗っていた合わせて男性3人が意識不明の渋滞だということです。現在、警察によって現場付近の交通規制が行われているということでした。死火事故の速報でした。